ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お腹すいたー。お袋の味みたいなのが食べたいわ。じゃあ、近くの大戸屋に行ってこいよ。あそこの大戸屋、最近潰れちゃったのよ。それに他の大戸屋も最近なんだか味が変わっちゃった気がするし。大戸屋は2021年に46億円の大赤字を出しているしな。その影響かもしれないぜ。そんなに業績が悪化してたんだ。お家騒動やそれに伴う買収劇、バイトテロ、そしてコロちゃんと、大戸屋は相次いで大ダメージを受けているんだ。詳しく教えてちょうだい。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、大戸屋の歴史から簡単に紹介するぜ。よろしくお願いします。株式会社大戸屋は和食を中心とする外食チェーンストアを運営する企業だぜ。和定食などを提供する大戸屋ご飯処の全国チェーン展開などを行っているんだ。家庭料理っぽいメニューが多くて、ほっとする味なのよ。1958年1月に三森栄一が東京、池袋駅東口に大戸屋食堂として創業。海苔佃煮のボトルキープができて、白飯だけのオーダーでも食事が可能だったんだぜ。なんか貧乏学生の味方って感じで、好感を持てるわ。1983年5月に三森久美が株式会社大戸屋を設立。栄一さんの息子さんかしら？栄一は久美の叔父だったが、久美が15歳の時に養父となったようだな。1992年に吉祥寺店が全焼したんだが、建て直しの際おしゃれな定食屋というコンセプトに路線変更したところ大ヒット。急成長する流れとなったんだぜ。久美さん、すごい。2011年に持ち株会社化し、株式会社大戸屋分割準備会社に日本国内の飲食店事業を分割。同年7月1日に株式会社大戸屋に社名を変更しているな。それじゃあ名前が被っちゃうんじゃないの？元の株式会社大戸屋は、同7月1日に株式会社大戸屋ホールディングスに社名を変更。ややこしいわ。また、三森社長のいとこにあたる久保田健一が代表取締役社長に就任。親族が継いでいくスタイルね。この後とんでもないお家騒動が巻き起こるんだがな。気になるわ。それは後で詳しく説明しよう。話を一旦、大戸屋の歴史に戻すぜ。2013年、大阪証券取引所の現物市場の東京証券取引所への統合に伴い、東京証券取引所 JASDAQ スタンダードに上場。あっという間に駆け上がっちゃったのね。2017年に久保田健一が株式会社大戸屋の代表取締役会長に、山本雅也が同取締役社長に就任したんだ。またご親族かしら？いや、山本雅也は普通に大戸屋に就職して、生え抜きで社長にまでなった。2018年に新業態囲み食卓1号店を、大戸屋創業の地である池袋に出店した。温かさを感じる素敵なネーミングのお店だわ。囲み食卓の南池袋店は、2年後の2020年に閉店しているけどな。あら残念。2020年8月にオイシックス、ら、第一と業務提携しているぜ。オイシックスなら知ってるわ。ミールキットは簡単に料理ができてとっても便利なのよ。霊夢、お前料理しないだろ？あ、明日からする予定だよ。嘘つけ。2020年9月9日付で、株式会社コロワイドより同年7月10日から、実施していた大戸屋ホールディングス株への公開買い付けが9月8日をもって成立したんだ。コロワイド？どんな会社かしら？コロワイドは焼肉牛角や居酒屋甘太郎、回転寿司のかっぱ寿司などを運営している会社だぜ。私も知ってるお店ばかりだわ。同年11月4日に行われた株主総会にて、コロワイドが提案した、従前の取締役11名中10名を解任、新たに7名を選任する議案が承認可決されているな。ただごとじゃないわね。その時、久保田健一に代わりコロワイドのクロード正樹が代表取締役社長に就任したんだ。上がガラッと入れ替わっちゃったんだ。この取締役派遣を受けて、コロワイドは大戸屋ホールディングスの親会社となったんだぜ。2022年3月31日の時点で、大戸屋はフランチャイズを含めて、国内に302店舗、海外に114店舗の合計416店舗を展開。海外にもあるんだ。すごいわ。だが近年、さっきも言ったように様々な問題が起きたことで大赤字も経験しているんだ。そうだったわ。どんな経緯だったか教えてちょうだい。大戸屋ホールディングスが発表した2021年3月期連結決算は最終損益が46億円の赤字で、過去最大の大赤字になったんだ。46億円、半端ないわね。ちなみに、前の期も11億円の赤字だったな。その大きな原因はコロちゃんだ。
2020年はどこの飲食店も大打撃だったわ。時短営業などで来店客数は減り、雇用調整助成金などで、契約10億円の特別利益を計上したが補えなかったんだ。十分な助成金をもらったって話はあまり聞かないものね。売上高は前の期比 34% 減の161億円だった。161億円ってだけ聞くと多く聞こえるけど。だが、コロちゃん前からも経営は悪化していて、2018年から閉店が相次いでいたんだぜ。2021年3月期には国内直営事業で10店舗閉店。コロちゃん下で50店舗以上が閉店に追い込まれているんだ。そこにコロちゃんが来てとどめを刺したってことね。大戸屋、今までありがとう。いやまだ大戸屋は倒産してないぞ。2022年3月期の大戸屋の売上高は前期比 16.7% 増の188億3400万円。5億9400万円の営業損失を計上。また損失。だが、前年同期は33億4300万円の営業損失だったんだぜ。つまり、回復傾向にはあるのね。コロナ前の水準には届いてないけどな。大戸屋はこの後29億1000万円の純利益を出しているが、これは助成金収入の22億1200万円があったからだったんだ。また助成金もらったんだ。いいなぁ。新型コロナウイルス感染拡大の影響から抜け出すことができず、本業では利益が出ていなかったんだぜ。だが、2023年3月期の業績予想では、売上高を前年同期比 33.6% 増の251億6300万円、14億500万円の営業利益を計画していると発表。強気じゃない。この予想は、2019年3月期の実績である売上高257億2900万円と近いものなんだが、その頃とは店舗数が圧倒的に違うから、どうなるかってところだな。店舗数も減ってるって言ってたわね。2019年3月末時点の国内の直営店は143店舗、フランチャイズが207店舗あった。2022年3月末時点では直営店が130店舗で 9.1% 減、フランチャイズが169店舗で 18.4% 減だ。それで同じ業績を求めるのは少し無理があるように思えるわ。1店舗あたりの稼ぎを大きくする必要があるな。それって、そんなに簡単なことじゃないわよね。それに、2022年11月に大戸屋ホールディングスは2023年3月期の業績予想について、売上高の241億200万円、営業利益は9億7400万円、経常利益は10億5700万円、純利益は 53.3% 減の8億9100万円となる見通しだと発表。あら?さっきの業績予想より少なくなってるのかしら?よく気づいたな、霊夢。これは従来予想に比べて売上高で 4.2% 減、営業利益で 30.6% 減、経常利益で 23.3% 減、純利益で 6.4% 減の下方修正だった。予想していたように、うまくはいかなかったってことね。少し上向きではあるものの、まだ厳しい状況は続いているといった様子だな。でも、コロちゃんの影響はわかるけど、なぜその前から業績が悪化していたのかしら?その原因の一つが、霊夢が聞きたがっていたお家騒動だな。そうそう、その話が聞きたかったのよ。大戸屋は2016年までは順調に売上高が増加していたんだが、そこで頭打ちとなった。そこから5年間、大戸屋の経営は激しく揺れ動いたんだ。長い戦いだったのね。まず2015年に創業者の三森久美が死去したことをきっかけに、業績が伸び悩み始めたようだな。カリスマがいなくなった企業あるあるよね。そして、三森久美の息子である三森智人の処遇や、三森久美に対する功労金の支払いをめぐって、経営陣と創業家の対立が表面化した。亡くなった久美さんの息子さんが後を継ぐのが自然よね。だが当時、息子である三森智人は、まだ26歳ととても若かったんだ。それに、まだ会社での経験も浅かっために、経営陣は彼が後を継ぐことを拒んだんだぜ。そんなに若いと周りが不安になる気持ちもわかる気がするわ。2019年には、創業家が保有株ほぼ全てを外食大手コロワイドに譲渡してしまい、コロワイドが大戸屋の筆頭株主になったんだ。ここでコロワイドが出てくるのね。そして、2020年に会社側とコロワイドが経営権をめぐって争うことになり、日本では珍しい敵対的 TOB を経て、最終的にコロワイドの傘下に入ることになった。コロワイドの勝利。こうした騒動が企業イメージの悪化につながり、従業員の士気低下にもなったことが、業績低迷の一因だと言われているんだ。イメージって大事なのね。
コロワイドは非日常食を得意としてるんだが、コロちゃんの感染拡大で宴会需要が消滅。そんな中、日常使いの食堂である大戸屋はコロワイドにとって魅力的な存在となっていた。コロちゃんのせいで、確かに居酒屋とかは行きづらかったけど、大戸屋みたいな定食屋は行きやすかったわ。それに大戸屋は、以前コロワイドが買収したフレッシュネスバーガーなどよりも、規模が大きかったからな。買収にちょうどいいサイズ感だったのね。この買収劇から出た問題点の一つに、セントラルキッチン化があると言われている。セントラルキッチンって何かしら？セントラルキッチンは飲食店で提供するメニューの製造や加工を一箇所に集中させる拠点のことだ。一箇所で作って、それを各店舗に配送することでコストダウンにつなげるってことね。今日は察しがいいじゃないか。侮らないでね。大戸屋は創業当時から店内調理にこだわり、それをずっと守ってきたんだ。やっぱり大戸屋は手作り感が魅力だものね。だがコロワイドは令和のこの時代にまだ店内調理にこだわっていることを批判。セントラルキッチン化で人件費をカットし、営業利益率が上げられると主張したそうだぜ。それは間違ってないと思うけど、手作り感がなくなっちゃったら、大戸屋の良さがなくなっちゃうんじゃない？そこが争点だな。こだわりを貫き通すか、効率化を取るか、難しいところだな。結局、今のところはセントラルキッチン化は進んでいないけどな。よかった。コロワイドグループは全国5カ所のキッチンセンターを確認。外食店を展開してるくらいだから、根も葉もない噂ではなかったとは思うぜ。じゃあ、いつかセントラルキッチン化が行われる可能性もあるってことね。コロワイドのクロード社長は店内調理こそ大戸屋の強みであり、手をつけるつもりはない、と明言しているから、当分はその動きはないという見方もあるな。他にも大戸屋のイメージが大幅にダウンしてしまう事件があったんだぜ。今度は何かしら？2019年2月にアルバイト従業員による不適切動画が発覚したんだ。不適切動画？大戸屋の悪口を言ったとか？そんな甘いものじゃないぜ。大戸屋ご飯どころリンクーシークル店で、バイト店員がズボンを脱ぎ、お盆で隠したり、厨房内で商品のプリンを口にして汚いってなどと騒ぐなどの3本のテロ動画が SNS に上がった。うわぁ。それは若気の至りでは許されないわね。本人たちは軽い気持ちでやっていたんだろうけどな。この問題を受けて、大戸屋は3月12日に全店を休業して従業員の再教育などを行うと発表。大問題になって、その子たちは震え上がったでしょうね。自業自得だけど、アルバイトの3人は退職処分になっているが、後日和解したと発表があったぜ。まだ若い子たちでしょうし、反省してやり直してほしいわね。ある取材で、大戸屋ホールディングスの浜田博明取締役が、このバイトテロで売り上げで 10% 近い減になりましたと言っていたな。スシローの事件もそうだけど、お店側にはお気の毒としか言いようがないわ。清潔なのが必須の飲食店にとって、このバイトテロは相当なイメージダウンになっただろうな。でも、全店休業とは思い切ったわね。他の店員への警告でもあったのかもしれないな。他にも業績悪化の理由はあるのかしら？あとは、シンプルに値上げが原因の一つだとも言われているぜ。以前は600円台という低価格でボリューミーな食事ができたが、現在は定食だと1000円前後のメニューが主力だからな。最近はどこも値上げ祭りだけど、確かに大戸屋も高くなったよね。ランチ2000円って抵抗あるわ。他の定食やチェーンと比べて平均価格が高い上に比較的量が少ないから、男性客が離れてしまったことも大きいぜ。確かに、男性はご飯が無料でおかわりできる弥生軒とかに行ってるイメージ。それに安くて人気メニューだった大戸屋ランチを突然廃止したことで、常連客に愛想を尽かされたという話もある。まあ、その後その状況がまずいと思ったのか、大戸屋ランチは復活してるけどな。一度失った信頼は取り戻すのが大変よ。それに、霊夢も気に入っているポイントの手作りだが、それも怪しくなりつつあるんだ。え？でもセントラルキッチンにはなってないんでしょう？店内調理はなんとか続いているが、最近はカット野菜が導入されているんだぜ。あと加工品も多少使うようになったみたいだな。お袋の味がいいけど、そのくらいは許してあげたい気もするかな。店内調理は時間もかかるし、設備にお金もかかるんだ。他のチェーンの定食屋さんより、大戸屋ってご飯が出てくるのがちょっと遅いよね。そこまでしてでも店内調理を守った方がいいのか、大きな課題だろうな。むしろ、セントラルキッチン化をして、もう少し安く大戸屋のご飯が食べたいという客も多いかもしれないぜ。そうなると、もはや大戸屋でなくてもいいんじゃないかって思うけど、
ダメージを受けてばっかりの大戸屋に希望はないのかしら？希望はなくもないぜ。2022年4月15日に大戸屋はまん延防止など重点措置が解除されたタイミングで、ご飯がおかわり自由という新型店を宇都宮にオープンしたんだ。ご飯おかわり自由なら弥生軒が昔からしてるから今更感はあるわね。だが、今までとは違い男性客を獲得できる可能性があるから期待はできると思うぜ。これまでは野菜多め、無添加、健康志向で女性客がターゲットって感じだったものね。グランドメニューも、男性向けの肉を主体としたものを多くするとしているんだ。でも、その1店舗だけじゃどうにもできないんじゃないの？宇都宮の店舗はテストマーケティングを兼ねているだろうから、うまくいけば全国に広がる可能性があると思うぜ。それに2022年4月に放映されたテレビ CM にお笑い芸人の錦鯉を起用。男性客を意識したブランド構築もしっかり進めていることが伺えるな。実は私もお肉好きだから楽しみだわ。錦鯉さんって今や中年男性芸人の代表って感じだものね。コスト削減はもうできるところまでしているから、あとはどのくらい集客できるかが鍵だな。コロワイド参加の大戸屋のチャレンジは続いているのね。今日は大赤字となった大戸屋について紹介したぜ。お家騒動にバイトテロに慌ただしい数年間だったね。それに加え、今は人手不足や原燃料価格の高騰などのマイナス要因も、引き続き、気がかりなところだな。問題は尽きないわね。でも大戸屋の良さを残しつつ、なんとか生き残ってほしいぜ。みんなは大戸屋についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。